友を着用したいて。友とは、弓を射るときに、左手首の内側につけて、矢を放った後弓の弦が、腕や釧路に当たるのを防ぐ道具である。古語では、ホムタ、ホムダといい、友という字は告示である。友形には、芝山古墳、埴は博物館所蔵、埴は蛍光武人の装備。友は、左腕の小手に巻かれている。革製の丸い形で、 革紐で結びつける、送信具、武具である。友の歴史は古く、古墳時代の継承埴輪の中には友そのものを、かたどった、友形埴輪が存在し、群馬県前橋市の中、双子古墳出土例や、静岡県岩田市の道山古墳出土例などが知られる。また、東京国立博物館所蔵の国宝、埴輪蛍光部人は、左腕の小手の上に友を装着しており、 群馬県大田市の奥万山古墳の埴輪鷹城と呼ばれる鷹を止まらせた人物埴輪には腰から下げた友が表現されている。なお正倉院には奈良時代の革製の実物が伝わる。古代日本では用いられていたが、中世頃には実用では用いられなくなっており、武漢の儀礼用となった。弓の音という言葉が万葉集をはじめとし、数々の和歌の中で読まれているが、 これは名言かともねのことを指し、ともねとは、弓矢で矢を射た時に、弦がともに当たった時の高い音を言う。日本の弓矢神として知られる、王神天皇は、ともを携えて生まれたとされ、それゆえに生まれながらの武神であると言われ、本田ダの孫、大友はわの命。本田天皇という別称も持っている。広島県福山市の地名、とも町や、ともの裏の由来である。 文様の一つの友絵は、友の形を図案化して作られたとも、逆に友の形に似ていたため、友絵という名前になったとも、また、友によく描かれた文様であるからとも言う。ありがとうございます。